さあ、ランちゃん、はい、今日はいわき湯本温泉にやってきました。やってきました、ね、ここも地元の一つに入るわけですよね。そうです。おばあちゃん家があったんで、もうよくここら辺は練り歩いてました。今回はですね、そのいわき湯本の温泉街にできた新スポットにですね、行きたいなと思います。そう、今回はフォトジェニックなメニューで女性から注目度が急上昇中。いわき湯本温泉にできた新スポットをチェックします。ということで向かったのが、湯本駅から徒歩2分のこちらの建物。一体どんなお店なのかというと。失礼します。お、いらっしゃいませ。すごい、すごい、ゲームがある。昔のこのね、テーブルゲームみたいなのもあって、でも結構レトロな感じ。周りの温泉街と全然雰囲気違うから。実はこちら、カフェとしてもお酒を楽しめるスポーツバーとしても利用できるお店なんです。さらに特徴的なのは、ずらっと、ね、果物がありますけれど、果物のいい香りがね、漂ってきて、そう、ずっといい匂いしてる、はい、実は果物屋なんです。果物屋、はい、果物屋をやっています。そう、オーナーの石川さんは地元で青果店も営んでいるため、旬の美味しい果物を使ったメニューが充実しているんです。フルーツをもっともっと多くの人に食べてもらいたいなと思って、あの昼間のカフェだけじゃなくって、はい、夜のお酒もあのフルーツもりもりのお酒を飲んでもらいたいなと思って、中でもおすすめなのが映え盛りドリンク。8種類以上の果物の中から好きなものを好きなだけ選んで、サワーなどの飲み物が作れます。たっぷり入れてもこのお値段なのは嬉しいですよね。それではウランちゃんはノンアルコールでドリンク作りスタート。いちご大好きなんで、いちごをメインでいこうかな。しかもこれ岩木さんのね、地元産のいちごですから。パイナップルも入れます、はい。このパイナップル色が桃みたいに薄い色なんですけども、うん、ギリギリまで木の上で熟成させてるパインなので、とっても糖度が高くて美味しい。取り放題ということで、どんどん詰め込むウランちゃん。ちょっとウランちゃんすごい量入れてますね確かにそれも飲み物入んないんじゃないですか、それオレンジでっかいの最後入れよう。すごい、どう、じゃじゃーん。もうこれで完成ぐらいの勢いですよね。これに飲み物が入るんですもんねそうです。飲み物を入れるとこんな感じに。映え盛りドリンクというだけあって、とっても映えますよね。ズバリドリンク名は、これは夏かわいい、まあ、もういちごは終わっちゃうんですけど、まあ、これからパイナップルの季節なんで、いちご早く戻ってきてって感じ。ではまずは大好きなイチゴから。続いてパイナップル。パイめっちゃうまい。なんならイチゴよりも甘いぐらい。そんな甘いんですか。甘い。そしてこちらは坂寄アナの映え盛りドリンク。坂寄アナの出身地茨城のメロンをたっぷり詰め込んだ、その名も。夏のいざない、ちょっとメロン多めに入れてもらって、やっぱ夏が呼んでるよっていうのをちょっと再現したかったということで。大丈夫かな。お、メロンすごい甘みきますね。きますか。え、これ本当にお酒入ってるんですか。お酒入ってます、入ってます。全然そう、お酒の、そのなんていう、酒の感じよりも果物の甘みの方がすごくくるから、お酒入ってるのかちょっと分かんないぐらいメロンが甘い。バーのでこれだけ果物がいいっていうのはなかなかないと思うんですよ。なかなかないと思います。ですよね。自分で言うのもなんです言っていい。さて、ドリンクだけではなく映えるメニューは他にも。石炭バーガー、黒え、出てきたのはなんと真っ黒なハンバーガー。実はこちら、バンズにね、炭を練り込んでます。やっぱいわきというと炭鉱の、そう、炭鉱の町なので、それで生み出された、はい、そうです。肉厚なパテの他にアクセントとしてレンコンもサンド。ちょっと変わったバーガーのお味は。うわー、きますね。
うん、レンコンめっちゃいい。すっごいシャキシャキだし、肉うまっ。癖があるとかじゃないから、うん、全然もちもちふわふわのパン。いや、見た目によらず結構バクバクいけそう。さらに映えるメニューはもう一つ、それがこちら。締めパフェとしても大人気、いちごをたっぷり盛り付けたパフェ。いちご好きのうらんちゃんにとってはたまらない一品です。パフェっていうよりかはもうクリームとか付属品の付属品みたいな。幸せすぎる。ちなみにパフェは旬のフルーツを使うので、時期によってさまざまな味わいのものが楽しめちゃいます。こんな美味しいフルーツと一緒にお酒飲めるのもなかなかないんで、ちょっと内緒できますね。誰にも言わないでください端っこの方で一人で飲んでるかもしれないからウランちゃんも大満足なお店でした。